松永正利明治45年2月18日は、日本の陸軍軍人。陸軍中将生3位、訓一等降二級男爵。陽名、山平。熊本藩士、軍理、松永は基地の次男として、山賀軍中富村に生まれる。明治4年、伏見青年学者を経て、伏見共同体に入る。二等五町、二等軍曹、県総長、総長と昇進し、 明治6年5月、陸軍将尉に任官し、不評第19代隊付けとなる。明治7年5月から10月まで、台湾出兵に従軍。不評第14連隊付け、この絵不評、第2連隊付けなどを経て、陸軍と山学校で学んだ。明治10年3月から10月まで、西南戦争に出征した。この絵局参謀、東部間軍部参謀、 不評第四連隊大隊長、広島陳大参謀、官軍部参謀、この絵不評第四連隊大隊長、津島警備隊司令官、広島大本営不当を歴任し、日清戦争には不評第二連隊長として出征し、多少大や栄光での戦闘に参加した。第七師団参謀長などを経て、明治33年4月、陸軍少将に進級。日露戦争に、 不評第三旅団長として出征し、応力公海戦から佐賀海戦までを戦い、法典海戦直前に、第三軍参謀長に転ずる。明治38年3月、海戦後の追撃戦で重傷を受け帰国。留守不評第三旅団司令部付を経て、同年10月、陸軍中将となる。明治40年9月、男爵を助爵主家族となる。第三師団長を経て、 第2師団長となり、朝鮮中東中の明治45年形状にて死去した。ありがとうございます。